PA 営業部の市川と申します。ウェーブラボの新機能の一つとして、ラウドネスのメーターがこちらにつきまして、再生をしていただくとラウドネスがこちらに表示されるようになっております。波形の、処理の中に、ラウドネスノーマライザーというのがつきまして、波形をですね一気に、ラウドネスの設定で適用することができるようになりました。複数のファイルを並べて、CD のトラック作りなどができるモンタージュの画面なんですけれども、1曲目、2曲目というクリップ単位でのエフェクトをかけたりですとか、トラック全体にかけたりですとか、マスタリングで全体にエフェクトをかけるというのが、個別に設定ができるように、それが非常に分かりやすい操作感でできるように進化しました。それと、新しく追加されたエフェクトの中に、アイゾトープの、新しく追加されたエフェクトの中にアイゾトープの、マスタリング、M ビット、リザリングというのがございまして、もともとウェーブラボに入ってました、リザリングの UV22HR に加えて、アイゾトープのリザリングも選択できるようになっております。